それじゃあ気合を入れていきますよ。えいやー。なかなかさじ加減が難しいですね。出力を一番下げても粉々になっちゃいます。ふっふっふー、そこなオートマトンのお嬢さん、お困りのようですな。あ、この声は魔法少女ナナカちゃん健三。慣れない異世界でちょっとでもルール違反すると即失格にしてくる肩抜き屋台に苦しむ少女を救いに来ましたぞ。こんにちは、ナナカさん。よくわかりませんが、肩抜きのコツを教えてくれるということでいいんでしょうか。エグザクトリー。では早速お手本を見せてあげちゃうからね。肩抜きとは、針を使って板から図柄、すなわち型を抜き出す遊び。まるでお気に入りのフィギュアを鑑賞するときのごとく、優しい手つきで接するのが大事なわけですな。おお、本当に綺麗に抜けてます。これドリルでもできますか。うんうん、先端が尖ってるものならどれ使っても同じだよねっていう大雑把さが敗因だと分析できますな。おお、とはいえこれ以上出力は絞れませんので。あ、そうだ、私が力を入れても壊れないくらい丈夫で大きな型を用意してもらえばいいんじゃないですかね。今年の夏祭りは無理かもしれませんけど、来年は私が出店側になってすっごく大きなチョコで型を作ってドリルを使って調整する型抜き屋台を用意しちゃいます。なんという発想力。これが異文化交流が起こすスパイラル。もはや小さなアドバイスなど無粋。お前のドリルでチョコをつけであります。ですよね。もし本当に実現できたらナイトさんも遊びに来て